アメリカ軍の報告書などによりますと事故が起きたオスプレイは離陸からおよそ40分後にエンジンの動力をプロペラに伝える機体左側の変速機に異常が起きたことを知らせる警告が表示されました通常この警告が3回表示されると近くの空港へ速やかに着陸することになっていますが機長はそのまま飛行を継続しその後進路を変更しましたが 着陸前に変速機が故障し墜落したということです報告書では近くの空港に着陸するなどの安全措置を取らず機長によるリスク管理が不十分だったことが事故につながったとしていますまた不具合が生じたと分析されている変速機ですがその不具合の根本的な原因については解明されていません 運用停止制限を求めるといいう考えはございません防衛省としては、オスプレの安全性には問題ないというふうに考えておりますが、地元の皆様に十分に説明し、配慮し、最大限の対策を取るよう、日米で協力していくという、そういうい考えであります木原防衛大臣は、安全対策の措置を講じることで、同様の事故を予防できるとの認識を示していて。 今後、運用停止を求める考えはないとしています。アメリカ軍が墜落事故の原因を公表したことを受け、沖縄防衛局の担当者が今日午後、県庁を訪れ、オスプレイの飛行に伴う安全対策などを説明しました。県によりますと、防衛局の担当者からは、予防措置として 緊急事態が起きた場合に着陸可能な飛行場がある範囲内のルートで飛行することなどが説明されたということですしかし不具合を起こしたとされる変速機について根本的な原因が特定されていないことから県は県民の不安が解消されたわけではないと伝えています玉城知事はアメリカ軍が示した予防措置などについて その実効性が十分に確保される必要があるとした上で、改めてオスプレイの配備撤回を求めるとコメントを発表しています。アメリカ軍は事故後、全部隊でオスプレイの飛行を停止していましたが、明確な事故原因が示されないまま、今年3月から飛行を再開していて、県内では不安や不満の声が上がっています。